どうもこんにちは、くつしたです。今回はですね、久しぶりに、単体でのね、漫画紹介をしていこうかなと思います。今回紹介する漫画は、こちらですね、推しの子になります。ここの帯にもある通り、原作はかぐや様は小倉スタイでおなじみの赤坂赤先生と、作画はクズの本会レトルトパウチとかのね、あの横槍めんご先生という風になっております。なんかですね、もうね、この作者を見る限りなんかもう結構面白そうだなっていう感じがするんですけれども、まずですね、すごくね、あの簡単にあらすじを紹介していこうかなと思います。ざっくりとしたあらすじっていうのが、主人公はアイドルオタクの医者で、そんな主人公のもとに、妊娠した推しのアイドルがやってきて、てんてんてんというようなね、感じのあらすじとなっております。で、もう少しね、深く内容にね、こう触れていくと、主人公はですね、アイドルオタクなので、やっぱりですね、こう推しにね、子供がいるっていうのを知って、すごくショックを受けてしまうんですね。なんですけど、この子ね、愛って言うんですけれども、愛のですね、アイドルとしてのね、こう決意を聞いて、主人公はですね、安全に元気な子供をね、取り上げることを愛に約束します。しかしここでね、事件が起こってしまいます。というのもですね、出産予定日にね、こう愛のストーカーと思わしき人物に、なんとですね、主人公がね、殺害されてしまうんですね。そしてですね、目が覚めると、愛の子供として生まれ変わっていたというようなお話ですね。ということで、大体ですね、これが、第1話のね、ざっくりとした、内容になります。でですね、この漫画のですね、面白いところっていうのが、この漫画はですね、1巻がね、まるまるエピローグになっているんですね。ですので、最初のですね、数話だけをね、読んで読むのやめちゃったよっていう人だったり、まだね、読んだことないよっていう方はですね、ぜひ1巻をね、読んでみてください。もう少し具体的に言うと、9話までをね、ぜひ読んでみてください。というのもね、9話でね、とんでもないことが起きるんですね。いや本当にですね、9話はね、衝撃的な回になっておりますので、ぜひですね、ご自身でご確認してみてください。本当にですね、つい最近ね、1巻が発売されたばかりですので、ぜひですね、推しの子買ってみてください。はい、ということで、今回はですね、推しの子一巻のですね、ざっくりとした紹介でした。本当にですね、この漫画はですね、今後のね、展開もものすごく、気になるところですので、ぜひですね、まだ一巻しか出ておりませんので、ぜひ買ってみてください。ぜひですね、推しの子のね、皆さんの感想なんかを、コメント欄で教えていただければなと思います。このチャンネルではですね、今後も漫画に関する動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで、今回の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。